店舗 B の田島です。ロードサイド店舗向けの土地を所有していると、建築会社から、店舗を建築して貸しませんか、こんな飛び込み営業で訪問に来られたり、ダイレクトメールが届いたり、営業電話がかかってくることも、よくあることだと思います。中にはロードサイド店舗に貸すことに関心がある地主さんもおられるのではないでしょうか。それでも、銀行から借金をして、土地活用を考える地主さんは、ロードサイド店舗を建築する決心がつかない、テナントに貸すことを躊躇する、この方が、ほとんどだと思います。そしてそのように考える一番多い理由っていうのが、もしもテナントが途中で退店したらどうしよう、こういうことではないでしょうか。今回の動画はこのもしもテナントが途中で退店したらについて考えてみたいと思います。今は私は独立して不動産コンサルタントをしていますが、もう20年以上前のことになるんですけど、大学を卒業してから、11年間ハウスメーカーでロードサイド店舗建築の営業をしていました。でその会社では、地主さんにテナントを紹介して、ロードサイド店舗を建築してもらう、こんな提案営業をしていたんですけど、地主さんに提案を断られる理由のうち、一番多いのが、もしもテナントが途中で退店すれば困る、こういうことでした。当時そのハウスメーカーで営業していた私は、地主さんから、テナントが途中で退店したら困る、こういう理由で提案を断られると、このように諦めずに説明をしていました。一つは、紹介するテナントは、途中で退店しないような大手企業です。それを説明する資料として、資本金や店舗数を提示して、いかに大きな会社であるかっていうのを伝えていました。で、二つ目に、テナントに中途解約をされても、違約金として、建設協力金の返還する残額や敷金を没収できます。だから中途解約のリスクはあまりありません。このように説明をしていました。今から考えると、確かにテナントが大企業の方が、中途解約される確率は低いだろうし、賃貸契約の中で、違約金が設定されている方が、中途解約をされた場合に、地主さんにとって、痛手は少ないとは思います。けれども、こういう方法では、根本的な解決にはなっていません。で、地主さんが店舗を建築してテナントに賃貸した場合に、もしもテナントが退店すると何に一番困るかというと、家賃収入がストップすることです。で、この問題を解決しなければ、これから店舗を建築しようとする地主さんの悩みを解決することにはなりません。現在も、私は不動産コンサルタントとして、ハウスメーカーの、営業時代と同じように、土地活用の提案をしています。で、そして、地主さんの方から、でもしもテナントが途中で退店したら、どうすればいいですか、こういう質問を受ければ、次のように答えています。で今回、建築しようとする店舗は、で私が調べたところ、このテナントが退店した後も、こういう業種のテナントには貸すことができます。でこの場合の賃料は、相場を調べると、今のテナントと同額で貸すことができます。だから、テナントに中途解約をされるようなことがあっても、地主さんにとってはリスクがありません。でこのように、地主さんが今から建築するプランが、いかに重要か、このプランだから次のテナントにも同じ賃料で貸すことができるっていうことを説明します。でロードサイドの店舗っていうのは、一般的に、テナントが希望する建物を地主が建築します。けれども、テナントが退店した後に残る店舗っていうのは、地主さんの大切な資産になるわけです。この店舗が次のテナントに貸すことができるか、どのような賃料になるかっていうことが、テナントが退店しても地主さんにとってリスクがあるのか、ないのかっていうことになってきます。で、そのために今から建築をしようとする建物のプランが大変重要となってきます。ですから私は、テナントが次のテナントに貸すことができない、または賃料が大幅に下がるような建物プランを地主さんに建築してほしい。こういう要求をするテナントは、基本的に地主さんに提案することはありません。地主さんにとっては、
まあ、今から建築をする建物のプランっていうのは、まあ、テナントが退店した後に次のテナントにも賃貸できる店舗か、まあ、それともなかなかテナントに貸せなくて解体しないといけないような店舗か、まあ、これを決める大変重要なものになってきます。まあ、ところが私の知る限りでは、まあ、そういうことを考えてロードサイド店舗の建築の営業をしているような建築会社を知りません。で、私はロードサイド店舗の収益物件を購入しようとする投資家にアドバイスをするときも、まあ、今の家賃から投資利回りを計算する以外に、まあ、テナントが退店後居抜き店舗となった場合の、まあ、この店舗の家賃を予測して、まあ、収益物件を購入するかどうかの判断材料にしてもらっています。まあ、それくらい地主さんにとってこの建物プランっていうのは大切です。まあ、例えば、まあ、500坪の広い敷地に、まあ、小さな50坪の店舗のコンビニエンスストアが出店を予定しているとします。まあ、たとえそのコンビニの賃料が高かったとしても、まあ、コンビニが退店した後は、まあ、50坪の小さな店舗を、まあ、同じような高い賃料で、まあ、借りてくれるようなテナントはなかなか見つけることができません。まあ、だから地主さんはもしもコンビニが退店したらどうしようというふうに不安になるわけです。まあ、テナントが退店をしても、まあ、その次も、まあ、同じくらいの賃料で貸すことができる店舗を建築する。まあ、これが地主さんにとって、まあ、リスクの少ない土地活用になります。まあ、こういうプランの店舗を建築しておくと、まあ、もしテナントが途中で退店をしたら、まあ、こういうことに悩むことは少なくなります。まあ、これからもこの動画では、まあ、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。まあ、よければチャンネル登録をお願いします。で、また動画に対する質問などがありましたら、まあ、コメント欄にコメントをいただけますとコメントを返信させていただきます。まあ、概要欄に当社のホームページアドレスとメールアドレスの方を貼っておきますので、そちらの方に質問をいただいてもメールで返信させていただきます。